これは何でしょうか。はい、これはね、まあ、同じような写真ですが、はい、人間が見てる感じと、うん、犬が見ている様子を並べてます。犬の目線ってことですか。そうですね。どっちがどっちですか。ジュニアさんが普段どう見えてる。そういうことそういうことそういうことじゃないですか。ジュニアさんはいつも右が見えることなんてあるんですか。右どういうことどういうこと。こっちが人間で、そういうこと。右側が犬が見てる絵ってことですね。昔はね、犬は白黒しか見えませんよって言われたんだけども、はいはい、まあ、最近の研究でだいたい緑から赤っていう色においてはなんか濁った黄色になっちゃうんです。一色に見える。それから青もまあ濁った青に見えちゃう。それなんでわかるんですか。犬の目ですね。目にある細胞を見るんです。人間はね、三原色って言うでしょ。よく人間は目にそれぞれの細胞があるんです。青を感じる細胞、緑を感じる細胞、そして赤を感じる細胞、その細胞が2種類しかないの。黄色と、青しか。じゃあ、はい、盲導犬は信号を見ているじゃないですか、はい、どうしてですか。盲導犬はもしかしたら同じに見える黄色だけども微妙に違いを見てるかもしれない。それから位置ですね。信号における位置って決まってたんですか、はい、赤とか青の緑の位置って一番こっち側っていうとかで覚えてるんですか、はいはい、それから周りの人たちの動き、そういった総合判断をやってると思います。はあ、質問があるようで、ピンクのシャツの方、はい、どうぞ。他の動物も色彩感覚ってあるものなんですか。犬以外にですね、爬虫類とか、まあ、その類は色を4色感じることができるものもいる。例えばカメ、カメは4色感じることができるから人間よりも1色多いんですよ。へー、それがどういう風に見えるのかは私たちには想像もつかない。じゃあ私たちの知らない色があるってことですか。私たち知らないから本当に想像もつかないんですよね。それをカメは知ってんすか。はい。これから先もしかしたら、まあ、人間かチンパンジーかがいつの間にか4色系統になっている可能性もありえるんですか。はい、人間の中にすでに、4色型の人も存在します。いやいや、誰ですか誰ですか。まあ誰ってことないんですけども。誰ですかね。まあ、女性に多いらしいですけども。へ、意外と見てるかもしれませんよ、気づかずに。だからね、人と話が合わないことあるんだ。はぁ、たまに車の中で走ってて、なんでこの色の車買いはったんやろみたいな。もう車あるじゃないですか。あの本人には違う色に見えてるのか分からへんな。そうですね。どう考えてもこの色をチョイスせんやろみたいな。藤色みたいな。もう血液に関して言えば、我々は赤い血液の種族ですよ、はい、魚からずっと、はい、ね、カエルも、はい、爬虫類、鳥類、哺乳類、みんな赤い血、はい、うん、海には魚以外にもイカやタコいますよね、はい、あいつらはね、青い血。イカタコですか。はい、あと青い血の種族というとカブトガニってご存知ですかね。カブトガニはね、実は人間が血を取ってんですよ。なんか怖い、この写真が怖い、この写真は今何をしてるところを撮ってるね、みんな揃って、まずね、何やってんすかこれ。これ1リットル130万円ですよ。それは目的何なんですか。これね、はい、HIV って分かります、エイズ、はい、その特効薬がこれから取れるんです。HIV の特効薬が、はい、いや、すごいことじゃないですか。日本においては保護されてますから、はい、取っちゃダメですよ、はい、これアメリカの東海岸の方ですね、まあ、カブトガニがたくさんいて害虫みたいに扱われてるんですよ。でこれまた血塗ったらまた返すんですからね。来てくるんですか。はい、イカやタコも青い血って言ってたじゃないですか。だったらイカやタコからは取れないんですかね。これはね、血の青い成分そのものが特効薬というよりも、この青い血の中にまたそういった特殊な成分が入っているんです。病原菌が持っている毒素をこうギュッと押し包んで沈殿させちゃうとかね。
まあ、そういった変わったあの成分が入っているので、その部分だけを取り出しそうとしています。そういう成分はイカやタコの血液には入ってないんですか？入ってないんですね。カブトガニだけですね。カブトガニだけなんですか、はい、今のところ、まあ、この青い血は、まあ、いろんな方面で役立ってますけども、はい、まあ、HIV はその一つってことですね。さあでは続いてのテーマに参りましょうか、はい、続いてのテーマはこちらです。2036年2月6日15時28分15秒これ何なんすか、何を示したすごい怖いじゃないですか数字でしょうか。これはあの私たちの科学界においては もはや常識なんですけども、うん、この時間の次の瞬間に世界が止まると言われてるんです、うん、えなあのね、あの今の世界ってね、コンピューターにものすごく依存してるでしょ、はい、コンピューターなしには我々の生活考えられないじゃないですか。我々はもうもはやコンピューターの網の目がなければ生きていけない、はい、中でコンピューターはコンピューターで自分の時計の基準を持ってるんです、はい、NTP っていう基準になる時計がある、はい、この時計は1900年の1月1日0時0分0秒です。これが基準スタートです、はい、それから1秒1秒、はい、もうカチ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 と秒を刻んでいくんだけども、はいはい、それの時計のまあなんていうか桁数が32桁です。これ1秒、はい、2秒で今度ね下がほらどんどん001とかね、はい、またどんどん変わっていくんですよ。0と1の組み合わせで一つずつこう進んでいく、はい、でこの組み合わせ32桁0と1の組み合わせだと、うん、もう限りがあって、はい、計算上ですね42億9496万7295秒が限界なんです。もうこれ上限があるんです。32桁に最初にしたのは何でなんですか？まあ、32桁もあれば、うん、当面大丈夫だろうと思ったんですね。その42億9400万そんなんちょっとちゃんとやってよ。それであの結局今ゼロのところがどん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 1に変わっていって、うん、全部1になっちゃうっていうのが先ほど の、ね、あの2036年2月の6日15時28分15秒これで1、次の瞬間これオールゼロですからってなると、これが一番最初の1900年1月1日と区別がつかないんですよ。どうなるんですか？何が起きるかは今のところ予測つきません、はい、コンピューターがどういう作動をするかね、それは正しい作動かもしれないし、うん、誤作動かもしれない。じゃあ例えば銀行とか、はい、銀行こうそうですよ ね、 ね、何そうですよ、ね、もう一個コンピューターにはユニックス C 言語っていうのがもう一個あってシステムがあって、はいはい、そのシステムも同じで、そちら2038年に同じ問題来ます。ちょうどこの半分の時があったんですね。確か2004年かな111の半分の時ね、あの時は確か ATM が誤作動を連発しましたね。半分の時でさえありました。半分でしょ。とにかくコンピューターでコントロールしているところは何が起きるか本当に予想つかないですね。銀行はもちろんそうでしょう、まあ、信号もそう、走ってる電車もそう。そうかそうかそうか、これは今後の何らかの技術の進歩によってこの時間に世界中のネットワークがフリーズしてしまうのを防ぐ方法って今のところないんですか？ね、まず2000年問題だったでしょ昔、はい、2000年問題はあれはソフトウェアの改良で済んじゃったんですよ、うん、はい、これはもうハードウェアの問題だからね、うん、もうハードウェアを入れ替えていかなきゃダメですね。そうか、まあ、今使ってるコンピューターが2036年まで持つとは思わないんで、はい、これからあの新しく売られるコンピューターはもうちょっと大きい64桁になるかなとは思ってます。ただコンピューターの業界においてはムーアの法則っていう法則があるんですね、はい、コンピューターのいろんな性能が約2年で2倍になるっていう、でその 2年ごとの倍増を追っていくと2045年ぐらいで人間の知能、はい、脳をコンピューターが超えるだろうと言われてる。うわ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 、めっちゃ怖い。でその時何が起きるかってことは、人間の脳を超えちゃってるから人間の脳では想像もつかないんですよ。人間が今、スーパーコンピューター K みたいなね、はい、スーパーコンピューターに演習室でやらせますよね。でもあれ解かせる式っていうのは人間が考えてますよね、うん、今度そのことをコンピューターが考え出すんです。それはコンピューター対人間の知恵比べですよ、我々が理解できない方法でコンピューターがすごい方法を考えちゃったら負けじゃないですか、
でもコンピューターが人間を超えちゃうっていうのは、例えばこう手塚治虫さんの漫画とか、うん、ターミネーターの映画とか、はい、そうですね、想像の中ではやはりもう起こっていることですよね。そうですね、やはりターミネーター、そしてマトリックス、こういったアメリカ映画はやはりシンギュラリティの時代を予想して作ってますよね。もうコンピューターが人間を支配するって言っちゃおかしいけども、アンチ人間になるかもしれない。コンピューターなんてね、簡単に言えばコンセント抜いたらもうただの箱じゃないですか、はい、じゃあこのコンセントを抜こうとする人間をコンピューターが排除する。うわ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 、めっちゃ怖い。そしたら今度も誰がコンピューターを止められるんですか。この世だからコンピューターというものを抹殺するというのは不可能なんですか。こんなに浸透してたら、世界中に浸透してたら無理なんでしょうか。そうやな、もうなければええのにっていうことだもんね。コンピューターに頼って生きてますけどもね、はい、私たちは、うん、とりあえずね、今あるコンピューターを全部なくすことは可能だと思いますけども、はい、我々もすでに経験しちゃったでしょ、コンピューターってもの、はい、そしたらまた誰か作りますよ。そうやな、一旦得た知識や経験は受け継がれちゃう。そうか、もう我々は後戻りできないんです。怖いな。その時コンピューターがね、私たち人間をどう見るかなんですよ、うん、我々コンピューターから好かれるの存在になれるかなって。めっちゃ怖い。コンピューターに好かれるにはどうしたらいいんですか。いや俺ほんまこれから家の前 のパソコンの前通る時とか、前失礼します。なんか本当に太陽策みたいなのっていうのは、なんか研究されてたりしないんですか。一つあるのはね、コンピューターというでも人間を尊敬すべき点が一個だけあるの。それはコンピューターを作ったのは人間ですよ、はい、だからコンピューターにとって人間は神にも等しいはずなの、うん、本質的に、うん、好奇心ってものがコンピューターを作ったんだ、うん、人間の好奇心なしにはこの宇宙にコンピューター存在しないんですよね。やはり人間の好奇心ってね、人間の持ってる本性の中で一番美しいものの一つですよね。そしてその好奇心から発する想像力、イマジネーションを形にしようとする力、これがやっぱり人間の美徳の中で素晴らしいところ。ここはコンピューターといえどもこう尊敬させるを得ないでしょうね。まさにね、スティーブ・ジョブズですよ、彼が世界を変えたんでしょう。それはコンピューターが一番よく理解してるはずなんです。でもそうなって進化していくと、もう変な話、敵とか味方とかじゃなくて別にコンピューターと恋をしたっていいってことですよね。人間と一緒ですよね、変わっていく、ね、それも実は話としてはまだ本物はないんですけども、話としてはあって、仮想の恋人、コンピューター上の恋人と、ね、チャットばっかりしちゃっててね、それで本当に恋に落ちたらどうなるってな。で最後の最後に実はコンピューターでしたってなって、会話ぐらいだったらもうそれはプログラムでできるんで。そうですよね、恋って何かってことになりますよね、はい、触った時に温かくはないかもしれないけど、うん、それだけすごいコンピューターだったら心は通じるわけじゃないですか。浅木さん、何かあったでしょ。何かあったとしか思われへん。大事なのハートだからさ、温度、ハートが。さあでは今日一番皆さんが釘付けになった言葉は第1位、カブトガニの血は HIV の特効薬、うん、はい、まあ、アメリカの研究なんですけども、うん、エイズウイルスが人の細胞に入っちゃうのがまずいんだけども、どうもカブトガニの血があると細胞に入るのを防ぐ働きがあると。これはまだ研究段階だから、まあ、我々の業界ですね、研究の論文の段階ですけども、このことがもうちょっと詳しく研究されていって、はい、本当にエイズウイルスが細胞に入らなければ、はい、エイズの予防薬にもなるし、あるいはもうすでにかかった人の、まあ、治療薬にも使える可能性がある、まあ、成功を期待したいですよね。動物界においては過去何億年もずっと生きているものが今我々の生存を助けてくれるっていうのはすごいなんかドラマですよ ねそれ。さすが漏れなくワンピースの T シャツを着てるだけは、うん、はい、ね